ソニー製、XQD メモリーカード XQD メモリーカード、スロットを備えるニコン製、デジタル一眼レフカメラ XQD メモリーカードは、主に、フラッシュメモリーカード用に開発された、メモリーカードのフォーマットである。データ転送インターフェースとして、PCI Express を使用している。フォーマットはまず2010年11月にサンディスク、ソニー、ニコンにより発表され、直後に、 開発のためコンパクトフラッシュ協会に取り上げられた。最終的な仕様は2011年12月7日に公表された。この新しいフォーマットは、高精細度ビデオカメラと、高解像度デジタル写真カメラをターゲットとしている。速度理論値は 2.5Gbps で、将来的には 5Gbps に対応予定。また、技術的には、理論上 2TB を超える。 大容量化が可能という、H シリーズで 1GBps、S シリーズで 1.344GBps。S シリーズは、コンパクトフラッシュアドマモード7の 167MBS とほぼ同等である。コンパクトフラッシュあるいはクファストカードとは、互換性がない。ニコンは2012年1月6日に、CF スロット、XQD スロットを備えた。 新たなフラッグシップ機種デジタル一眼レフカメラニコン D4 を発表し、翌2月から発売を開始した。2014年3月6日に発売されたニコン D4S も XQD メモリーカード使用機種であった。2014年時点で XQD カードに対応しているデジタルカメラは D4、D4S の2機種に止まっていたが、 新たに2016年3月にニコン D5、2016年4月にニコン D500、2017年9月にニコン D850 が XQD スロット搭載機種として発売された。2018年9月に発売されたニコン発のフルサイズミラーレスカメラである Z7、Z6 は発売当初は XQD メモリーカードのみに対応していた。 ビデオカメラは 4K 映像が撮影可能なハンディカムや業務用ズドカムでも XQD スロットを備えた機種が登場し XQD 専用となっている機種も存在する。これらのビデオカメラでは高速なタイプの XQD メモリーカードを使用することが推奨されている。ソニーの公式サイトでは1 2 8イトの容量でザベックイントラ 4K 60p の映像を約20分記録可能と説明している。ありがとうございます。